ピューリスさんもお店出してるんですか？寮で手に入れたものを金に換えるのはバザールが手っ取り早い。とはいえ牢にも売れ行きが芳しくない。見ていってくれるととても助かる。あれ？売れ行き悪いんですか？どうも俺は店番には向いていないらしい。なかなか客が寄りついてくれない。笑みを浮かべても見たんだが、なぜか子供に大泣きされてしまう。せめて一人でもこうして足を止めていれば人が寄ってくるかもしれない。そういうことなら見させてもらいます。どれだね。レジナさん、お待たせしました。ううん、私も今来たとこ。あれ、そっちの男の子は？あ、ユーリスさんです。漁師さんで弓の名手なんですよ。こちらはレジナさん、発掘屋さんで遺跡にとっても詳しいんですよ。ユーリスだ、よろしく頼む。やあやあ、こちらこそ。それにしても、これはどうかしたのか。いきなりで無礼かもだけど、あんたうちの弟によく似てるね。背格好とか雰囲気とかなんかそっくりだわ。胸周りとか同じくらいのサイズだし。あ、レジナさん、いきなり何を。な、何をしているんだ。動いちゃダメよ。せっかく胸周りを測ろうと思ったのに。いや、アーシャの護衛と脅威、何も関連性はないだろう。体に触れるのは遠慮してくれないか。ね、そういうとこも弟みたいね。よし、あんたを私の弟って思うことにしよう。勝手に思わないでくれ。俺は姉を持ったことはない。もう釣れないね。お二人とももう打ち解けちゃったみたいですね。よかったです。これからも仲良くお願いしますね。今のやりとりどこからそんな感想が出てくるんだ。おっとっと、ちょっと買いすぎちゃったかな。うわー、すごい荷物ですね。そんなに何を買ったんですか？なんだと思う？当てたら頭を撫でてあげるよ。わかった。お酒ですね。うん、私のイメージってやっぱそれか。もしかして違いました？ごめんなさい、早とちりして。別に謝らなくてもいいよ。これはね、布とか刺繍糸とかそういうの。一番上の弟が成人するんだよ。それで礼装の一着でも送ってあげようかなって。レジナさんが仕立てるんですか？晴れ着をまるまる一着だなんて、すごい。結構簡単だよ。今度アーシャちゃんにも教えてあげよっか。ぜひ。私、針仕事が苦手なんです。破れた服を縫っていたらなぜか別のところが破れていたりとか。前にマフラーを編んでみたこともあるんですけれど、なぜか最終的に出来上がったのは鍋敷きでした。へえ、薬作りとか料理とかは人一倍上手なのにね。多分布すっごい余るから、余った布で裁縫を教えてあげようかね。そうですね、それだけあると 2,3 着は作れちゃいそうですね。でもさ、こんだけ買ったのに裏地に合う色の布が見つかんなくて。それっぽい店は一通り回ったんだけど、最近入荷がないらしくてさ。裏地ですか。大抵模様が入った柔らかい感じの布ですよね。私の知り合いに詳しそうな人がいるから聞いてみましょうか。本当？
困ってたんだよ。弟さんの大切な霊装ですもんね。任せてください。アーニーさんなら布地も取り扱ってるよね。よし、今度聞いてみよっと。そうだ、レジナさんが探してた布のことを聞いてみようかな。なるほど、内布か。確かに最近取り扱い量が減ってるね。大切な贈り物みたいなので、できれば協力してあげたいんですけれど。任せて、アーシャちゃんのお友達だもんね。どうにかするよ。少し時間がかかるかもしれないけど、送り先を教えてくれれば直接届けておくよ。わあ、さすがアーニーさん、頼りになります。考えてみればアーニーさんが品物を揃えられなかったことって一度もないですよね。いかなる手段を使ってもお客さんの頼みには応えたいからね。それが僕の信念だよ。どんな手段なんだろう。それに僕も服までは作れないけど、リボンとか小物とか作るのは大好きだし、お裁縫好きとしては絶対に何とかしてあげたいところだよ。あ、お代はどうしましょう。先にお渡ししておきますか。あ、いいよいいよ。また今度お仕事をお願いするときに頑張ってくれればそれで十分。物々交換ですね。そっちの方が助かります。それじゃあお言葉に甘えてみます。それじゃあ柄なんかは任せてもらうけど、それでいいかな。はい、よろしくお願いします。アーシャちゃん、ありがとう。例のあれ届いたよ。例の布のことですね。好みの柄とかありました？もうバッチリ。趣味のいい布ばっかでどれ使おうか迷ったくらいだよ。アーニーさんはさすがだな。アーニーさんか、ほやっとして可愛らしい男の子だよね。でも一応レジナさんよりかなり年上のはずですよ。見えないね。でも責任感は強そうな人だね。どの仕事でも達人の仕事ってやっぱり気持ちいいわよね。でだ、早速服を作ってみたんだけど、張り切ったら作りすぎちゃった。で、丈合わせも兼ねて彼に試着してもらいたいなって思ったんだけど。彼？アーニーさんですか？違う違う、ユーリスだよ。ほらあの子、弟と背格好が似てるのよ。今度機会があったらあの子うちに連れてきてくれない？連れてきてくれたら美味しいご飯を食べさせるからさ。わかりました、覚えておきますね。じゃじゃーん、ユーリスさんに来てもらいました。おお、でかしたアーシャ、褒めて使わす。褒められました。盛り上がっているところすまないが、何の話だ？とってもいいことですよ。主にレジナさんと弟さんにとって。何やら雰囲気が殺気立っているというか。やだよ、殺気なんてないってば。とりあえず脱いで。なぜだ？どうしてでしょう。不思議だね。大丈夫です、ユーリスさん。すぐに終わりますから。なんだ。俺は今、駆られる側の気持ちがわかるような。悪くないわね。なぜ俺がこんなことを。まあまあいいじゃん、
人助けだと思って付き合ってよ。レジナさん、髪の毛はもっとビシッと固めた方がいいでしょうか。そうだね、服がパリッとしてるから髪型も合わせたらいいかもね。全部ツンツンに立たせたらかっこいいかもね。おい、もういいだろう。まだまだ。それよりちょっと腕上げて。ちょっとだけ脇を詰めるから。動いたら針が刺さるからね。はい、そのまま。いた、おい、刺さったぞ。ごめん、ちょっと手元狂っちゃった。こういうのは苦手だ。だったら苦手を克服するいい機会よ。彼女ができた時のために頑張りなさい。ユーリさん、次はこっちの赤い服を着てみましょう。ブラジがピンクのシマシマ模様できっとユーリさんに似合います。いや、そんなに派手なものは着たくない。でも似合うはずよ。体格がいいと派手な色は見栄えがするから。決まりですね。じゃあユーリさん、また脱いでください。脱がせようとするな。服を脱ぐくらい一人でできる。お、持ってきたじゃない。じゃあその調子でサクサクいくよ。それにしてもアーシャちゃん、いつになく飛ばしてるね。だって楽しいんですもん。大きな着せ替えのお人形みたいで。人を使ってままごとをしないでくれ。漁師さんの格好も素敵ですけれど、こういう服も似合ってますよ。アーシャ、俺はもう疲れたよ。のおかげで助かっちゃった。これで弟の成人の儀に最高の晴れ着を送れそうだよ。それにユーリスさんのかっこいい姿も見られましたし。だよね、ユーリス、あんたも自分の新しい可能性を発見できたでしょ。それどころじゃなかった。目まぐるしく着替えさせられて目が回った。ま、服選びって大変ってことだよ。妥協なんてできないし。ありがとね、ユーリス。それにアーシャちゃん、お礼に今日は食事を用意してるの。遠慮なく食べてって。わーい、レジナさんのご飯。姉ちゃんへ、この間は俺の成人の儀に礼装を送ってくれてありがとう。まるで測ったようにぴったりで驚きました。やっぱり姉ちゃんはすごいな。姉ちゃん、そちらの暮らしはどうですか？病気とか怪我とかしていませんか？親父の後を継いで発掘屋を始めてもう何年も経ったよね。弟としては頑張ってる姉ちゃんを応援したい反面、危ない仕事はやめてこっちに戻ってきてくれればとも思っています。姉ちゃんは器用だから発掘以外の仕事だっていくらでもできると思う。送ってくれた服はかっこよかったよ。仕立て屋とかできるんじゃないかな。俺もこれからは姉ちゃんみたいに働きに出ます。今度は俺も家族を支える番だから、姉ちゃんにいつまでも苦労はかけないよ。またいつか家族全員で暮らせたらいいなって思います。それではまたね。追伸、親父もおふくろも久しぶりに帰ってこいって言っています。家族みんな姉ちゃんの顔を見たがっています。あのクソガキがこんな手紙をよこすようになったか。兄弟たちが大きくなったのはいいことだけど、親もどんどん年取っていくんだよね。こんにちは、レジナさん。あれ、泣いてました？やだな、泣いてなんかないよって言いたいところだけど、ちょっとうるってきてたかな。どうしたんですか？悲しいことでもあったとか。悲しいような嬉しいようなって感じかな。弟から手紙が来たの。前に送った礼装のお礼だって。あ、服の評判どうでした？うん、バッチリだ。
だったみたいよ。まあユーリスのおかげだね。レジナさんのお裁縫の腕もすごいですよ。もうお店を開けるくらいだと思います。もしお店を開くなら私断然応援しちゃいます。アーシャちゃんもそういうか。うん、なるほど。仕立て屋か。そういうのもいいかもね。デジナさん、おはようございます。朝ごはん食べましょうよ。あれ、まだ眠ってるみたい。夕べは遅くまで起きてたのかな。じゃあ先に仕込みだけやっちゃおうかな。いい匂いが漂ってくる。うん、いいね。おはようございます。目が覚めましたか？アーシャちゃん、私は今新婚家庭の旦那の気持ちがよくわかったよ。アーシャちゃんみたいな可愛いニズマが自分のために朝食を作ってくれてる。そんな人生ってのも悪くないね。でも私もレジナさんも女の子じゃないですか。うん、問題はそこよね。残念ながらアーシャちゃんとは一緒になれない。結構本気で残念だわ。あの下ごしらえの段階なんです。何か食べたいものありますか？そうね、なんか肉系のものが食べたいな。朝からですか？やっぱりレジナさんは元気だな。その逆。元気がないならせめてご飯はもりもり食べないとね。元気ないんですか？そういえばレジナさんが寝坊なんて珍しいような。体調が悪いってわけじゃないんだけどね。昨日の寝酒が効いてるのかな。ここんとこ妙に次の日まで持ち越しちゃうんだよね。思えば四捨五入でもう30歳だもんね私。そんな急に老け込まなくても。そんなつもりはないんだけどね。でも最近どうにもダメだわ。数年前にはあった元気がどこかに行っちゃった感じだよ。歳を取るってのは切ないものだよね。そんなものでしょうか。よくわかんないですけれど。アーシャちゃんにはまだ早いわよ。今からが一番いい時期なんだから。気をつけてないと20歳超えてからは早いわよ。何がでしょう？やりたいことがあったら早めにやっておきなさいってこと。それが人生の先輩からの忠告かな。よーく覚えておくといいよ。実感湧かないけれど、そんなものなのかな。